エールドは、ハンガリーのブダペスト大都市圏、ペシュト圏に位置する都市。ドイツ語名は、ハンゼルベック、クロアチア語名は、アンドザベグ、トルコ語名は、ハムザベー。この地では5万年前の男性の骨が発見されており、古代から人が住んでいたことが伺える。エールド自体は1243年に初めてその名が登場し、その名は、森という意味のルデュカ。 小川という意味のエアールから来たとされる。1543年には、聖ケシュフェヘールバールを攻略した、オスマン帝国によって占領され、彼らはこの地にモットベイリー様式の城とモスクを築いた。オスマン帝国占領中、町はハムザベイと呼ばれた。オスマン帝国による支配は1684年に、ロレーヌコ・シャルル五世率いる軍隊がエールド近郊で、 オスマン帝国を打ち破るまで続いた。1776年にエールドは町となったが、オスマン帝国占領前から町になることは可能であった。20世紀初頭にはカーロイ家の所有となり、町は成長したがエールドの観光地が上昇する1972年までは農業が中心であった。 1991年から2001年にかけて、エールドは30.6%と、国内屈指の人口増加率を誇った。2005年11月7日には、国会が2006年秋の次期議会選挙時にエールドに、県の権限を有する都市の地位を与えることを決めた。召集と、プスタザーモル、サーズハロムバッタ。 ブダペストなどの近隣の都市との間で、多くのバスが運行されているほか、エールド、エールドアルソー、エールドフェルセー、NTE コールエールドリゲット、エールドリゲットの5つの駅があり、ブダペスト、ペーチ、マジカニジャなどへも行くことができる。民族別の人口割合、宗教別の人口割合、ありがとうございます。